俳優館、ハヌルと、歌手ユウアイユーが10日、ソウル、ナシ、タイインド、イテウォンドンの、某カフェでキャッチされ、カン・ハヌルの所属事務所が二人の関係を説明した。カン・ハヌルの所属事務所であるセム・カンピニーは、カン、ハヌルとユーは、親しい同僚であるだけで恋人ではないと説明した。この日、インターネット上には、カン、ハヌルとユーが一緒に撮った写真が公開されたが、 この日は、カン・ハヌルの入隊前日だったため、二人が交際しているのではないかという疑惑が浮上した。これに対して、カン・ハヌルの所属事務所が、二人は、親しい同僚だと熱愛説を一周した。カン・ハヌルといいは昨年、韓国で放送された SBS ドラマ、レイ,レイから、花萌えゆる八人の巫女たちから、で共演した。また、カン・ハヌルは、本日、 11日憲兵機動隊 MC 常務憲兵として現役入隊し含むするカンハヌル本日旧1 1入隊坊主頭を公開笑顔で2年間を過ごします2016ネットアジアンミュージックアワーズ以下ママがグローバルミュージックアワードに生まれ変わる11日ネットは11月25日から12月1日までベトナム日本 香港の3つの地域で2017ママを開催すると明らかにした。アジア最高の音楽受賞式になったママがより一層規模を拡大し、アジア全域が音楽で一つになるママウィークを繰り広げる予定だ。2017ママは11月25日土曜日にベトナムホアビンシアター、ホアバインティーターを皮切りに11月29日水曜日日本横浜アリーナ、 11月30日木曜日に W 香港と12月1日金曜日に香港をナワールドエキスポアレナで開催されるアジアを代表するアーティストの出演と交流を促すとともにアジアの音楽産業を引っ張ってきた専門家を称える専門分野の受賞式を強化する各国のアーティストが他の国で行われる受賞式にも登場し 祝賀公演を披露する計画だ。一週間の祭りを通じて、名実ともにアジアを代表する音楽受賞式として、ママの地位を一段階グレードアップする戦略だ。これまでアジアの一カ国で1日のみ開催されてきたママがベトナム、日本、香港で一週間にわたって開催されることには、アジアの音楽市場における交流拡大の意思が盛り込まれていると言える。 文化と経済の中心地で数年間、ママの開催地だった香港は、もちろん、アジア最大規模の音楽市場を有する日本の、象徴性は言うまでもない。そして今年国交正常化25周年を迎える、ベトナムは、音楽市場の成長性を評価され、東南アジアの新しい大国として浮上している。CJE&M は3カ国で開かれる、2017、ママが、 音楽で一つになる場になれるようアジア最高のアーティストを起用し、観客がアーティストとより近いところでコミュニケーションして楽しめるプログラムを準備している。CJE&M のシン・ヒョン・グアン音楽コンテンツ部門長は、ここ9年間培ってきたノウハウをもとに、ママを拡大して開催し、最大規模のアジア音楽受賞式であることを確かな。 ものにする年、2017ママが音楽を愛するアジアのすべての人々が楽しめる最高の祭典になれるよう頑張ると明らかにした。今年で9回目を迎えたママはナンバー1総合コンテンツ企業 CJE&M が主催するアジアを代表する音楽受賞式だ。1999年ネット映像音楽大賞として始まり、韓国音楽産業の成長とともに着実に 成長し、約10年間韓国で開催され、2009年からママになった。2010年からは、マカオ皮切りに海外に進出し、2011年にシンガポール、2012年から2016年まで香港で開催され、単純な年末音楽受賞式を超え、世界の人々が楽しむ最大の音楽祭典で、グローバルコミュニケーションの窓口、 アジア大衆音楽の拡散の場として定着した。安全不干渉なのか。無理なスケジュールのせいかグフレンドから DIA までアイドルグループの交通事故が相次いでいる。昨日、10日、グフレンドはスケジュール移動中に事故にあった。原因はマネージャーの不注意だ。10日、グフレンドの所属事務所、ソースミュージックは、今回の事故は運転者である。 当社マネージャーの不注意で発生した事故で、まず、被害者の皆さんにお詫び申し上げますと明かした。続いて、事故直後、病院を訪れで精密検査を受けた結果、メンバーのイエリンは、右手の小指に念座診断を受け、マネージャーと残りの5人のメンバーの軽い打撲症以外は、幸い異常はないと診断されたと付け加えた。ソースミュージックは、現在、グフレンドは帰宅して、安静をとっており、 今月13日リリースを控えているカムバックスケジュールは予定通りこなす予定だとし、今回のような事故がまた起きないよう、より徹底的に気を使い、注意を払うと話した。グフレンドは今月9日の午後、インチョン文革、文白競技場で開かれる、インチョン管流観光コンサートに出席するために移動していたところ、交通事故にあった。軽い怪我ではあるが、 カムバックを待っていたファンにとっては、驚きのニュースだった。また DIA は、昨日、10日、交通事故にあった。DIA もマネージャーの過失が問題だった。DIA の所属事務所 MBK エンターテインメントは10日、本日、蚊ヤ小屋市でのサイン会に移動するとき、軽い接触事故によって、予定時間より遅くなったこと、お詫び申し上げます。驚いたであろう。 被害者の方にお詫び申し上げます。サイン会に遅れることをご了承お願いしますと明かした。DIA はこの日の午後、サイン会の会場に移動する途中、ソウル間南、ハンナム大橋近くで運転者であるマネージャーの不注意により、前方車に当てる接触事故を起こした。幸い、両、グループとも警備な怪我に止まったが、事故の原因が、マネージャーの過失にあっただけに、 注意が必要だろう。しかし、相次ぐ事故が必ずしも一人の不注意のせいなのか、振り返る必要がある。過密なスケジュールから減らすべきだ。3年前、ガールズグループレイですことは、無理にスケジュールをこなしていたところ、交通事故に愛死亡者が出た。これは人災だった。メンバーは、ペグでのスケジュールを終えて、ソウルに戻る途中で、交通事故に遭い、その結果メンバーの小運びと、 クオンリセが若くして命を落とした。これもマネージャーの過失が問題だった。過密なスケジュールをこなすマネジメントの慢性的な問題ではないか、改めて確認する必要がある。交通事故、グーフレンド、事務所が公式コメント発表、マネージャーの不注意が原因、全文 DIA、サイン会へ移動中に交通事故、現場で直接ファンに謝罪。